プリゴジンの乱がですね、思わぬ展開ということでね、もう皆さん報道等でお気づきだと思うんですが、ワグネルが武装蜂起を停止しまして、プリゴジンはベラルーシに行くという記事がもうアップされております。もうこれ日経新聞の記事なんでね、ちょっと読み上げますけれども、ベラルーシの大統領府は24日、同国ルカシェンコ大統領が民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏と協議し、ワグネル戦闘員によるウクライナ国内での武装蜂起の停止で合意したと発表したと。ロシアの通信は、ロシアのペスコフ大統領報道官が、プリゴジン氏の刑事事件は取り下げられ、プリゴジン氏はベラルーシに出国すると述べたと。で、ベラルーシの、国営通信のベルタ通信の方ではですね、協議では両者がロシア国内で流血の事態に至ることを避けることで合意と。ルカシェンコ氏が、ロシア国内でのワグネルの武装勢力の移動停止と緊張緩和のためのさらなる措置を提案し、プリゴジン氏が受け入れたと、いうことで、ワグネルの戦闘員の安全保障などが議論された模様と。プリゴジン自身もですね、テレグラムのアプリで、我々はモスクワまで 200km まで来た。この間我々戦闘員の、一滴の血も流さなかった。我々は隊列を反転し、計画に従い駐屯地へと戻っていくというふうに書いたということですね。とはいえですね、これ攻撃しようとしたね、ロシア軍側の武装ヘリ7機ぐらい落とされてるんですよ。パイロット全部戦死したみたいですけれども、むちゃくちゃですよね。さらにね、この記事続いてまして、ベルタ通信などによると、両者の協議に先立って、ロシアのプーチン大統領はルカシェンコ氏と協議し、ワグネル武装蜂起への対応について議論したということで、多分プーチンがテーマしてルカシェンコにまあまあってやってくれっていうことしたんですかね。まああと2時間ぐらいのところまで行ってたんですよ。昨日ね、私はツイッターのスペースでね、いわゆるこうオシントの皆さんが議論してるやつ、まあ英語のやつですけどね、ずっと聞いてまして、モスクワ州にももう入ってるっていう未確認情報出てたんですよ。あと車で2時間ぐらいじゃないかみたいな感じで、うわーってそこで湧いてたんですけど、ちょうどそのあたりで反転したんですかね。そんな感じです。プリゴジン氏はですね、もともとそのショイグとね、ゲラシモフとの面談を要求していたんですが、まあ結局この面談はなく終わったみたいですね。いろんな情報が出てます。まずね、私を監修してくれている専門家からね、一応まあ情報出てるんですけれども、ゲラシモフ、ショイグが解任されるんじゃないかと、噂が出てますと。プーチン氏は2人を、切るためのね、グッドタイミングなんですが、これやるかどうかと。まあでもいずれにしてもですね、今回ね、クーデター失敗しましたが、プーチンの権威には傷がつき、プリゴジン自身は尻すぼみね、期待外れに終わったのではないかということです、ね。これに関連してですね、国際政治学者のね、細谷雄一先生ね、こんな風に言ってます。プリゴジンの乱を処罰できなかったプーチンは、このようなデモも処罰できないと捉えて、人々が反乱軍に喝采をして示しているのかもと。プーチンにとって喜ぶべき展開ではないということで、ビセグラッド24のですね、記事を引用してます。プーチン大統領に反対してロシアの国民はロストフの街頭に出て次のように叫んでると。ワグネル、ワグネル、ワグネルと。これはまだ終わりではないと、いうふうに書いてます。さらにですね、細谷先生こんなふうにおっしゃってます。結果としてプーチンはプリゴジンに厳しい処罰をせず、自らの弱い指導者としての姿を示す結果に、ますます国内統治は混乱を見せるのでは。ワグネルの乱に、ロシア政府はほとんど効果的な対処ができない姿を示していると、いうことですね。日本でもね、昔ね、1936年ですね、226事件というのがありましたけれども、あの時はですね、天皇陛下がね、こいつら側軍だと、お前らふざけるなと、君側の官とか言ってるけど、わしの大事な家臣たちじゃーということで、お怒りになられてですね、で、陸軍がね、ぐだぐだ鎮圧しないのを見てですね、もういいとお前らと、俺の馬持ってこいとかね、俺がもう自ら乗り込んであいつらを鎮圧するからって、陛下おやめくださいということで、石原幹事がですね、まあ、出てきてね、勅命下ると、投降せよってことでアドバルーン上げてね、奴らを投降させたんですよ。首謀者はですね、まあ、全員捕まってですね、非公開の軍事裁判ね、当時軍法会議ありますからね、日本はね、非公開の軍法会議にかけられて全員処刑されると。そういう中ですね、テロリストに対する除名嘆願運動っていうのが起こるんですよ。まさに今の左翼がやってることと同じね。あいつら昔右翼だったんですよ、簡単に言うと。テロリストに対する除名嘆願運動が起こって、お、こういう冒険主義でも大丈夫なのかみたいな感じで、ちょっと軍がね、おかしな方向に行くという流れなんですけれども、日本はね、それでもね、非公開の軍事法廷で全員裁いてですね、もう問答無用の、死刑判決出たんですよ。これに対して、まあ、プーチンはこんなぬるい反応をしてしまったと。ロシアっていう国はさ、力の論理で動いてるわけでしょ。弱いって思われたら負けなんですよ。プーチン今回弱さを晒しましたよね。これ細谷先生おっしゃる通りですね、ますます国内統治は混乱を見せるのではと。ワグネルの乱にロシア政府はほとんど効果的な対処ができていない姿を晒してしまったと。日経新聞がまた、記事更新されてまして、岐路に立つロシア、和平か混迷か、ワグネル反乱ということでね、これによってその、まあ、ロシアの権力体制がどのようになるかということで、反体制派のジャーナリストのですね、ロシアのね、スレムニーさんという方のですね、コメントをまあ引用してこんなように言ってます。ワグネルがロシア、南西部をすんなり影響下に置いた点に着目すると。これまでプーチン体制を支えてきた治安軍要員、過去白引きの一部が、ワグネルに加担したかもしれないということを言ってると。
プーチン大統領の視線はウクライナでの前線から国内の騒乱に移さらざるを得ないと。これは短期的にはウクライナ軍にとってプラスだと。長い目で見た場合の結果はまだわからないが、ロシア内外を問わずプーチン体制の権威を著しく損なうものであることは間違いないと。プーチン体制の終わりの始まりにつながる可能性のある今回の事変だということで、プーチン大統領とワグネルを率いるプリゴジンとか共に戦争犯罪であることを忘れてはいけないというご指摘なども出つつですね、今回の件ね、まあ面白がって見るのはいいんですけども、二人とも戦争犯罪人ですから裁かれなきゃいけない連中ですよね。ということで、まあ大いに潰し合ってですね、早めに潰れてくんねえかなと。権威国家ってのは権威があってなんぼですから、メンツが潰れるとダメなんですよ。そういう意味では今回プーチンメンツまあ潰しましたよね。習近平が恐れてるのもこの展開です。メンツが潰れるとですね、国内的な理由でね、対外戦争できなくなるんですよ。威信を保つために対外戦争をやるんだけど、大体それがね、ちっちゃい戦争がつまずきになって威信がまあ崩壊してですね、国内が騒乱状態になって腰砕けっていうのが、まあ大体こういう国のまあパターンですよね。ということで、引き続きですね、ロシア情勢ウォッチしていきたいと思います。ということで、今日の内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。